大体たい60秒で中国の話題分かった気になっちゃいな北京冬季オリンピックの施設紹介5回目前回で終わりだと思いましたまだ続きますよ北京エリアの国家体育館と五箇所体育館をまとめてご紹介しますどちらもアイスホッケー会場なんです国家体育館は皆さんおなじみの鳥の巣こと国家体育場とは一文字違い場所もすぐそば その外観から中国語で扇を意味するジュアシャンという愛称でも呼ばれます2008年の北京オリンピックでは体操やトランポリンなどの競技が行われました今回はオリパラ両方のアイスホッケー競技会場になっています ちなみに大会後はアイスホッケーに加えてショートトラックフィギュアスケートさらに夏のスポーツもできる万能会場に変身自由自在お次は五箇章体育館うちの放送局に一番近い競技場2008年の北京オリンピックのバスケットボール会場として有名な施設ですそれ以降は数々のアーティストのコンサート会場にもなってきましたホッケーリンクとバスケコートの切り替えが6時間でできちゃいますこれは中国初そういえば近くにあるのに行ったことないなぁそうだね ま、待ってこの映像まさか私はもう取材で行ってきたのだまたこのお家かよ今日はここまで最終